とということで、星野ドラゴンズでの正捕手は常に中村武だった。と同時に連日暴力、同喝されることは日常茶飯事だった。中村は星野の暴力に対してはある程度慣れていったのだが心に対してのダメージは 本人が知らぬ間にダメージが蓄積していった。そんなある日の試合。追いかけし、なんであそこでストレートなんや。相変わらず中村は星野に鉄拳を喰らうこととなる。はいはい、また暴力ですね。中村はいつものように体を張って対応していた。そして中村は守備に戻り、ピッチャーにサインを出した。あれ あれあれたけしにやってんだあれあれあれたけしなにやってんのいや、サイン出せなくなった。中村は星野の日々の暴力などで、中村本人も知らぬまま、サインも出せないほどの心のイップスに陥ってしまった。 強制送還。巨人戦には、滅法投資を燃やしていた星野監督。お前ら野球は戦やぞ。ユニフォームは戦闘服や。1999年シーズンは見事優勝をした星野ドラゴンズ。翌年も2連覇かけ星野は気合十分だった。しかしこの年、山崎、関川、立浪は絶不調に陥ってしまった。 ある日、巨人戦で大量リードされ、星野は相変わらずイライラしていた。すると絶不調の三人に、お前らの顔なんて見たくないわ。二度と使わん。二軍に行ってこい。星野監督の同活に、山崎、関川、立浪はたじろいてしまった。本類打王の俺がなんで、二軍に行かないといけないんだ。俺だってベストナイン、取ったんだ。今更二軍には行きたくない。 バッティングは水物だから、不調にもなる。そして二軍行きが言い渡された。しかし、星野監督の忖度なのか、立浪だけは一軍に残され、山崎、関川は二軍施設がある三重県に飛ばされたのだ。なんや、立浪だけ残りやがって。なんや、星野の親父、ひいきや、差別や立浪も打ってないよな。 ところで、関川、お前、様子おかしくないか。フィギュアですか遅刻。星野監督といえば、やはり中村武だろう。加藤が負けようが、無条件に撲殺。まさに、人間サンドバッグ状態。とにかく。武志、武武 そんな中村岳なのだが、星の政権下で一度だけ遅刻してしまったことがある。たまたま新幹線に間に合わず遅刻してしまったが、試合には何とか間に合った。しかし当時の中日のコーチに、岳お前遅刻しただろう。監督も知ってるぞ。はい、すみません。岳、監督に謝ってこい。あ、はい。 わあまたボコられるわ。と、中村は星野監督のところに、遅刻したことを謝罪に行こうとした。するとコーチが、おいまてたけし、協賛アンダー打ったら許してあげるぞ。中村は、絶対打ちます。そして中村は打席に立ち、対戦相手の広島カープの保守、西山修二に、頼むからまっすぐ頼む。 今日三本打たなかったら、もう俺はいなくなる。何万だ何万だ西山は、先輩何言ってるんすか中村は星野の日々の暴力により、メンタルが崩壊寸前で、稀に尻滅裂なことを発していた。中村はこの日、毎打席西山に、まっすぐ頼む。まっすぐ頼む。何万だ何万だとお願いした。 西山の協力もあり、この試合、中村は見事3安打を放ち、なんとか生き延びたしかし、星野監督は中村が遅刻したことは知らなかったマスコミ中日監督時代、星野は相変わらず選手に手を出していた。 星野イコール暴力というイメージがつき、マスコミたちはこぞって、星野の暴力ネタで記事を書こうとしていた。するとある記者が、星野の記事を書き、その記事を知った星野が記者を呼びつけ。これはどういうことだ。と、記者に詰め寄った。そして星野の批判的な記事を見つけては、その記事を書いた記者を呼びつけ。これはどういうことだ。と、恐喝とも取れる行為をしていた。 そんな中、エモヤンことエモトタケノリ氏が星野のことを書いた本を出すこととなった。そのことを知った星野は、あいつは間違いなく余計なことを書く。星野はすぐさまエモヤンに電話をし、本当にそれ出すんか。エモヤンは慌てて内容を説明したが、星野は、もうええわ。と電話を切った。 ほんまのことを書いただけやのに。その後、エモヤンは編集者と話し合い、意見の一つなので批判となる部分は残しましょう。ただ明らかに悪口となる部分はやめましょう。となり、原稿の悪口となるような部分をペンでなぞったところ、原稿の半分以上が赤くなったという。ほぼヘイトやん。ジャイの反乱。 ある試合だった、ノーアウト、ランナー一二塁のチャンスに、この試合四番に起用された山崎武史に、チャンスが回ってきた。山崎は、ここは右打ちした方がいいかな山崎は確認のため、島野コーチに聞きに行った。島野さん、ここは右に打った方が良いですかお前四番なんだから、思いっきり行け。よっしゃ。 ここはフルスイングさせてもらいますよ。山崎は渾身のフルスイング。しかしダブルプレイに終わり、山崎はベンチに戻った。すると星野監督が山崎に、お前この野郎、右に打たなくてどうするんだ。と激高。山崎は、いや、島のコーチが思いっきり行けと。そして山崎は交代させられてしまった。 不本意のまま交代させられた山崎は納得いかなかった。山崎は球場の通路の壁をバットで何度も叩きつけた。そのバットで叩きつける音が星野監督の耳に入り。なんや、この音は。星野監督は山崎を追いかけた。お前、俺に文句あるんか いや、別にありません山崎の怒りは抑えきれなかった山崎は近くにあったテーブルを星野監督の前でぶん投げたすると やばい空気を察知した中日のコーチが山崎に、お前監督にやったわけではないよな。監督じゃないよな。違うよな。なあ。中日のコーチは山崎をなだめたのだが、監督に決まってるじゃないですか。そして星野監督は山崎を、 しかし次の日山崎はスタメンだったパウエル連日星野はミスした選手を殴り続けていた二度と使わん来る日も来る日も星野は選手を殴り続けていた何回言えばわかるんじゃ 今日も殴ってるね。星野の暴力は止まらないね。パウエルは星野の暴力に不信感を抱き始めた。パウエルはついに反旗を翻した。 自分がそんなに強いと思うなら、私を殴ったらどうだ。救急車で病院行きになるのはあなたの方だぞ。これ以上、他の選手を殴るのはやめてくれ。と星野に直接抗議。星野はパウエルの迫力に圧倒された。ふ、うん。余計なことをしよって。その後パウエルは試合に出されなくなった。 ということで星野選一、力による現状変更、いかがだったでしょうか。独裁者的な絶対的な権力を持っていたのは確かだが、それに反発する選手が多数いたことも確かだ。しかし星野に可愛がられれば、引退後までも面倒を見てもらい、選手の奥さんや裏方にはプレゼントを差し上げる素晴らしいところもあった。 ということで、この他にも星野千一のエピソードを知っている方、ぜひコメント欄にて教えてください。教えてくれたエピソードを動画のネタとして使わさせていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。